セガサミー公式野球部は東京都に本拠地を置き日本野球連盟に加盟する社会人野球の企業チームである。2005年パチンコや家庭用ゲーム等の開発を行うセガサミーホールディングスが社内融和と活性化のために野球部の立ち上げを行うと発表した。2006年日本野球連盟に企業チームセガサミー公式野球部として 新規登録された。初代監督には、元ヤクルトスワローズの青島健太が就任。それまでは、地元新潟県に拠点を置いていたウェルネスウォヌマの監督を務めていたが、2005年7月にチームの運営方針をめぐる意見の相違から辞任していた。そのウェルネスウォヌマで唯一の日本人選手としてプレーしていた、元広島東洋カープの青木里氏も加入し、 福岡大英ホークスや西武ライオンズなどで活躍した佐々木誠らがコーチに就任した。選手は新卒の選手を中心に前年限りで活動を休止したミキハウスからの転籍者も加わる陣容だった。活動者年度となった2006年は都市対抗野球の東京二次予選で第一代表決定戦に駒を進め、加盟1年目の本大会出場かと、 期待と注目を集めたが、そこから5連敗を喫し本戦出場を逃した。その雪辱を果たすべく、2007年は、都市対抗野球東京二次予選の第3代表決定戦で、明治安田生命を下し、本戦初出場を決めた。翌2008年の都市対抗野球では、1回戦の対77銀行戦において、大会初勝利を挙げた。 2010年の日本選手権で初出場し、2014年の日本選手権では準優勝となった。応援スタイルに特色があり、応援歌には自社のコンテンツを利用した曲が多い。一方で、セガサミーのサウンドディレクターである中川照彦の作曲したオリジナル曲もあり、作曲者の名前をとって照彦と呼ばれている。また業務提携先のサンリオからハローキティラが登場し、 ダンスで応援を盛り上げ、ソニック・ザ・ヘッジ・ホックやエイリアンと共演する場面もある。ありがとうございます。